どうもこんにちは、くもMです。後編では高田先生の研究への愛を伺っていこうと思います。高田先生、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速なんですけども、高田先生の研究への愛をお願いいたします。はい。ゲノムの海でトレジャーハンティング。ゲノムの海でトレジャーハンティングとはどういうことなんでしょうか？ゲノムの配列って単純な ACGT っていう4文字の繰り返しがずらっと並んでるだけで、はい、まあ、それを見ただけでは何が何やら全然わかんないわけなんですよね。でただそれをいろんな情報と組み合わせることによって病気と関わるものであったりとか、まあ、生命現象を説明するものであったりとか、そういうことが明らかになってくると。でそういうものをいろんなデータマイニングの手法を使って見せていくっていうのが、まあ、すごく私は好きで楽しくて、まあ、そこに愛を感じているということになりますね。そういうなんか宝探し的なものっていうのは昔から好きだったんですか？そうですね、ゲームとかも割と好きだったし、はい、その中でちょっとした裏技とか、はい、あ、こういう組み合わせをするとうまくクリアできるとかっていう、そういうのはもしかしたら昔から好きだったかもしれないですね。どんなゲームされたんですか？そうですね、まあ、いろいろやってたんですけれど、はい、ドラゴンクエストとかファイナルファンタジーとか、そういうロールプレイングゲームとかが好きで、いろんな敵と味方の相性とか、そういう組み合わせを考えることによってうまくいくとか、そういうところが昔から好きだったのかなと思いますね。でその後ダービースタリオンってご存知ですかね、はい、あの競走馬を育成するシミュレーションゲームなんですけど、それが私好きで、そのゲームのまあ何が良かったかっていうと、エンドユーザー同士がこう馬を持ち寄って、うん、競馬大会をして最強馬を決めるみたいな、でそういうのが当時流行った頃はいろんな雑誌でダビスタ大会が行ったりもしたんですけど、まあ、それが好きでした。それと同じように今も最強馬じゃなくてこう最強の研究をして最強論文を作って、まあ、雑誌に投稿するということをしているので、まあ、同じようなことをしているのかなと思います。でまあ、ロールペングゲームっていうのはこう大体悪役がいてそれを倒して世界を救うみたいなストーリーが多いんですけれど、まあ、私たちもそういう研究の成果で、まあ、悪役というか病気を克服できるようなそういうところにつなげていければいいなというふうに思っています。そういうゲームのところからも今のこう研究につながっているということなんですね。そうかもしれないですね、はい、だからこそのこのゲノムの海でトレジャーハンティングってすごい今マッチした感じがしました。ではですね、先生は臨床医とそして基礎研究の研究者でもある、この二刀流でこう今現在ご活躍されているんですけど、それはどうしてなんでしょうか？二刀流というと大谷選手かなと思うんですけれど、はい、まあ、大谷選手が何で二刀流やってるかって聞いたところによると、まあ、栗山監督、当時の監督から誰も歩んだことのない道を歩んでほしいと言われて、まあ、決断したっていうふうに何かに書いてあったんですけれど、我々の場合実は研究と臨床両方やるっていうのは、まあ、そんなに特別なことではなくって、大学病院の先生とかであれば、まあ、みんなしてるのかなと思います。なんで、そんな特別な道っていうことはそんなに強調しなくてもいいのかなと思うんですけれど、だからまあ野球で言えば打撃も守備も走塁も頑張るぐらいのそんなものかなと考えてはいますけれど、ただ大谷選手がどれぐらいチームの勝利に貢献したかっていうのを測る指標があるらしいんです、はい、ありますね、らしいんですけれど、それで言うと去年もダントツ1位らしくて、でそれなんでかっていうと投手の分と打者の分っていうのが両方まあ合算されてるからっていうことみたいな、うん、でまあ、私もその臨床と基礎を両方やることによって患者さんにこう違ったアプローチで貢献する、その貢献の量を最大化するということはしたいなとは思っています。研究も臨床もされてて、こう一番今までで良かったなと思っています。本当はだから基礎研究で何か見つけて患者さんに還元できればいいと思うんですけれど、まあ、残念ながら精神疾患はそこまでなかなかいかない人が多いので、今後そういうマッチする場面っていうのを模索していきたいなと思います、うん、これからこうさらにそれが生かされていくかもしれない、うんうんうん、具体的には例えば神経難病とか遺伝病とかある遺伝子で決まるっていう、そういう患者さんの場合原因不明で病院に来て、まあ、原因が分かってそれに一番よく効く治療法っていうのがあったりすると、その治療選択につながる、でそういうことが精神科でも今後多分進んでいくんじゃないかと思うので、そういう還元ができるといいなと思って、研究もしてるからこそこう最新のものを取り入れてそれを還元できる。全然逆ですね。基礎の研究していると臨床のエビデンスの勉強がおろそかにどうしてもなってしまいがちなので、はい、臨床の論文も頑張って読むにはようにしてますけど、はい、精神科の臨床ってエビデンスだけでできるものでもないので、うん、研究とのマッチっていうことで言うとやっぱり論理性を持って研究ってやらないといけないと思うんですけれど、同じようにある程度患者さんの全体を把握して、まあ、自分なりの論理性を持って治療選択とかを行うは必要なので、まあ、そういうところに少しは反映されている部分が、まあ、あればいいなとは思いますけどね。
多分こう脳のそういうところに興味がある若者とかがおられると思うんですけど、はい、そういった場合ってどういうふうなこう勉強とか本とか読めばいいとかってあったりしますか？あの研究者って結局自分が何に興味あるのかを自分で見つけて、その興味をよりこう深く理解するためにどういうアプローチがあるのかっていうのを自分で考えてやる必要がある職業かなと思うので、特に私の方から勧める本とかはなくって、そこを自分で探し出せる人が研究者に向いてるのかなと思いますけどね、はい、自分でこう見つけてくる方がこう研究者に向いているとこういうことなんですけど、高田先生はどういうふうにそういうふうなものを見つけてこられるんですか？そうですね、私たちがこう主にやってるそのデータ解析っていうのは、情報がインターネット上にかなり転がっていて、分野全体がかなりオープンな雰囲気を持っていて、みんなこう解析のコードを公開したりとかデータを公開したりとかっていうことをしてるんですけど、そういうものをこう探し当てて解析を進めるっていうことを勉強するっていうことをしてきていたので、まあ、もちろんいろんな先生にお世話になって教わってきたんですけれど、その先生方の一人が Google 先生と膨大な結構量がこう世の中に溢れてると思うんですけど、はい、そこから抽出するのはやっぱりそれは運も関わってくるっていう感じ。これはなんていうか日本のこうICT 教育みたいなことも関わってくるなと思うんですけど、はい、そういう検索力ってすごく大事だなと思っていて、うん、センスも必要ないかもしれないんですけれど、どういうような検索の仕方をしたら、まあ、こういうワードを打つとか、特定のこう2つのワードをクォーテーションで囲ったりとかっていう、そういう検索の仕方次第で必要な情報により素早くアクセスできたりするので、まあ、そういうところはスキルとしては重要なのかなと思います。先生が論文を探すときはどういうワードを入れて探すか？ワードっていうよりもいろんなチャンネルをやっぱ持っていて、うんうん、まあ、あんまりこうインパクトファクターばっかりで語るのは良くないとは思うんですけど、まあ、結局でもそこが読者が多いような、そういうみんなに注目される研究だと思うので、そういういわゆるハイプロファイルジャーナルっていうのは一応だいたい毎日目を通すようにしていて、であとニュースサイトとかそういうところも見て一通りカバーできるようにしているのと、最近は CM もやってますけど、Google のトップページを見ると興味があるものが見つかるんですよ。で私の開くと、はい、いや本当いいですね、研究をサジェストしてくれるんです、ね、はい、あ、そうです、はい、勝手にも出してくれるんですよね、はい、だからやっぱり偉大だなと思います、ね、はい、ありがとうございます、はい、では最後なんですけども、先生の目標を教えていただいてもよろしいでしょうか？はい、一応医者をやってるので、困ってる患者さんとかご家族をできるだけその困ってるのを減らすために臨床でも頑張ってはいるんですけれど、全部が解決するわけではないので、まあ、それを基礎研究臨床っていう両方のアプローチで、まあ、少しでも負担を軽くしていくっていうことが目標になりますかね、はい、これからの研究も楽しみにしております。ありがとうございます。高田先生、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ごめんごめんラボではこれからも研究者の方の研究への愛をどんどん集めていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。